日本には残念ながらラリークロスっていうのは全く紹介されてなかったんですが、この面白さ、どういうところが面白い競技なんでしょうか。Les choses les plus intéressantes en rallycross, ce sont des voitures qui sortent de l'ordinaire, surtout dans la division 2. Ce sont des voitures très puissantes et aussi une course des éternels départs à 5 de front qui font que le public est très passionné par ce genre d'épreuve.シトロエンエグザンティア 4x4 ターボ、フランスラリークロスにおける4年連続タイトルホルダージャン・リュック・パイエの最新兵器である。巨大なフロントスポイラーとブリスターフェンダー、そそり立つリアウィング、思いっきり武装されたボディは、これがあのエレガントなエグザンティアかと目を疑うほど。ハイドロニューマティック独特のスペアの存在でシトロエンと分かるエンジンルーム。エンジンは BX16 バルブ用の2リッター XU9J4 型をベースに、ボッシュの専用インジェクションとギャレットエアリサーチのターボを与えたもので、最大ブースト圧 2.5 バール、なんと600馬力を発生するという。コクピットはスパルタンそのもの、600馬力との格闘の場である。ステアリングホイールはフランスエクトール製、バケットシートやシートベルトも全て日本では馴染みのないエクトールとなっている。このモンスター600馬力に対して車重は1030キロしかない。94年7月、我々はこのモンスターを体験すべく、フランスはルマンのさらに西方の町ロレアックへと向かった。パイロットはチャンピオンのジャン・リュック・パイエ氏自身である。まあ、普通の車に途方もないパワーとおっしゃってましたけれど、当然普通の車であるわけはないわけですよね。そうですね、グループ A というか、例えばグループ A が同じ格好してますね、はい、でかつてのグループ B も格好は同じだけども、うん、シレットフォーミュラみたいなもんでしたね。あ、まあ、その系統のさらにこれすごいものだと思っていただいて。あ、今 あのラリーカーなんかと比べて一番の違いっていうのはどういうところなんですか。これは特にこのディビジョン2というクラスは、ほとんど無制限に改造していいというぐらいで、このセンターデフのないソリッドなシステムになってて、はい、でターボの下級圧もめちゃくちゃに高いですね。制限が甘い。そうです、ほとんど、まあ、ビブレと言ってもいいくらいで、だからこれで2リッターで600馬力も出てるんです。そして田辺さんが臨時のパセンジャーシートに滑り込む。パイエさんは最初モータースポーツを始めたのはシトロエンの2馬力ドゥシュボーだったと伺ったんだけども、このラリークロスが始まってすぐこれを始めたんですか。Oui, lorsque j'ai commencé à courir en 1976 par le deux chevaux cross, parce que je n'avais pas de moyens, et c'est une bonne discipline pour commencer lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent, et jusqu'en 1986. Et ensuite j'ai vu donc ici à l'OEAC en 86 une épreuve, enfin j'ai même participé cette année-là en 86 à une épreuve de rallycross à l'OEAC.Et j'ai démarré l'année suivante en 87. Rally Cross. 日本では全く耳にすることのないモータースポーツだが、ヨーロッパではすでに20年の歴史を持つ人気イベントである。ラリークロスの発祥はイギリス。1973年の RAC ラリーで一つのステージがキャンセルされた。せっかく用意されたそのコースを使って急遽行われたユニークなレースがラリークロスの始まりというわけである。特徴はグラベルとターマックの入り混じったコースを2台以上のラリーカーが同時に走ること。ユニークな予選は5台が同時にスタートするスプリントレース。これを3回行って上位16台に絞る。そして本番はまず11位から16位までの6台がレースを戦い、その勝者が6位から10位までの5台に加わってレース。
さらにその勝者がトップ5に加わって決勝レースを行う。 BMW からアウディ、フォード、スバルなども見られる改造クラスディビジョン2は600馬力前後。ストックに近いディビジョン1にはセリカやサニーも出場している。爆弾のようなパワーでした。まあ、今までラリーカーもお乗りになってますけれど、どうなんですか、どのくらい違うもの。そうですね、今までに横に乗せてもらったもので最強のがグループ B の時代の、まあ、アウディクワトロとかスポーツクワトロ、はい、あれもロケットみたいな感じがしたし、で自分で運転したものではポルシェの935とか、はい、934、はい、あれよりすごい感じがしました。一番やっぱり印象に残るのはエンジンのパワーですか。そうですね、もうパワーがありすぎて、なんか0100キロが 2.5 秒ぐらいらしいんですね。だから僕全開にできない、あのストレートの部分は、まあ、コースが狭かったんですが、アクセルを、ね、瞬間的にでも床まで踏めなかったのはこの車が初めてですね。あとなんかやっぱりステアリングがクイックそうですね。そう、そのパワーの割にコントロールが意外に軽くて、ブレーキもガーンと効くんですよ。まあでも貴重な体験がございましたよね。怖かったですね。